さて、時刻は5時9分を回っています。ここからは萩原和幸さんに電話をつないでほど魂のコーナーをお届けします。カメラマンの萩原さんです。萩原さん、はいはい、こんにちは。どうもどうもどうも、暑いですね。今日ももう8月入っちゃいましたからね。ねえ、うだるような暑さでね。まあ本当そうですね、ね、夏本番ですよ。もう本当本当本当、今ちょっと外にいるんですけどね。はい、辛いですね。大丈夫ですか？熱中症にならないように気をつけてくださいよ。はいはい。まあでも今日東京じゃあ天気もいいんですね。うん、今ね横浜にいるんですよ。あ、今日は横浜なんですか？うん、横浜の今山手にいます。へえ、横浜、はいはい、山手、今日はじゃあ撮影かなんかですか？うん、それとあとね、ロケハン兼ねてですね、ちょっと見に来ていて、はい、うん、それで、まあ、天気もいいもので、はい、まあ、ちょっとだけプラッと車じゃなくて、うん、下に車を置いてブラブラ歩いてきたら、はい、もう汗だくになってしまって、うんうん、脱水ですよ。ほとんど脱水。いやー、でも本当にね、これだけ暑いからって、水分とか補給すると、それがもうどんどん出ていくじゃないですか。だから水分も、やっぱりこまめに、一気に飲むんじゃなくて、ちょっとずつ補給しようとかって思うんですけど、喉が渇いてね、結局、ガブ飲みしちゃうんですよね。もうね、こう、喉スルーしていく感じなんですよ。ごくごくってやらないで、はい、ダーって流し込んじゃう感じで。そうですよね。いけないですね。で、その分全部汗になって出ちゃうんですけどね。うんうんうん、はい、あ、もしかしたらセミの声とかすごいうるさいかもしれないですけど、大丈夫ですか？あ、大丈夫ですよ。そっち大丈夫ですか？全然そんなセミが鳴いてるっていうのは分かんないですけど、シャンシャンとか鳴いてるんですか？あ、今ミンミンゼミですね。あ、ミンミンゼミ僕結構好きなんですよね。いい、今山手のですね、イタリア山公園ってとこにいるんですよ。はい、ここら辺っていわゆる洋館がたくさんあるところで、うん、昨年の小栗小坂からってジブリの映画があったじゃないですか、はい、 あれの舞台になってるところなんですね。なるほど、うん、で今目の前に外交官の家と呼ばれてる、うん、洋館 と、もう一つ隣に洋館があって、はい、でまたこのちょっとこう夕方のこう斜めの日差しになってきて、またいい感じなんですよ、これが。なるほどなるほど、うんうん、うん、なんかいいですよね、こういうとこ住みたいですよね。そうですよね。住んでる人いるんですよね、その辺りは。そう、いるんですよ、すごいことに。うん、で、カメラを持って、まあ、今シーズンっていうか、夏はすごいらしいんですけど、実は観光の方で、うん、でね、まあ、これからまた、うん、すごいと思うんですけども、はい、たくさんおられますよ。なるほど、なるほど。へぇ、横浜か、最近ちょっと行ってないんで、ちょっと行きたいなと思うんですけどね。来る機会は結構あるんですか、横浜の。いや、横浜にね、ワールドポーターあるじゃないですか。あそこになんかハワイアンの大きな、そういうなんかちょっと、はい、空間ができたみたいな。うん、7月の頭ぐらいかな、初めぐらいになんかオープンしたみたいで、ちょっと行きたいなと思って。まあ、横浜っていいですよ、はい、東京とちょっとこう違った独特のこう匂いっていうのが、文化みたいなのがあって、うんうんうん、で渋谷からだと電車で30分ぐらいなんですけどね、はい、なんていうのかな、その30分だけですごい旅行した気分ですよ。あ、でも確かに景色が一気に変わりますしね。うん、そちらでいう、うん、あれじゃない、矢内さんだとあれですかね、神戸の方があれなのかな。あ、なんだっけ。そうですね、さっきゲストに来ていただいた方ともね、なんかその関西の、そのなんだろう、神戸、大阪、京都の話でちょっと盛り上がったんですけど、まあ、いわゆる東京でいうと、やっぱり横浜、東京っていうのとかはね、やっぱこうお互いこうちょっとこう持ってるじゃないですか。あれ、聞こえてます？もしもし、聞こえますか？聞こえますか？はい、すみませんね、はい、丘の上にいるんですけどね、うん、なんか遠いところに、あれみたいな感じになってましたけど。しました、うん、はいはい、はい、あ、まあでも確かに、あ、うん、あ、そうだ、明日から清水港まつり、あ、そうですそうです、はい、うん、でそれをもう写真撮りに行こうと思ってます。あ、もう明日から入られますか？うん、入ります。おお、なんかだけど話によると、うん、2日目の方が写真が撮りやすいそうですよ。2日目っていうと土曜日ですか？土曜日の方が、はいはい、なんか踊りもイベントも、うん、
初日は人がすごくて混み合っちゃうそうなんですよ、うん、で夕方だけなんでやるのが、はい、ですけど土曜日はこの昼間もいろいろやるので、はい、見に行くには土曜日の方がいいみたいなこと聞きましたよ。で萩原さんは3日ともじゃあ、あ、いや僕はとりあえず3日だけ、初日だけ。あ、そうなんですね。うん、で、うん、その動きを見て、去年はね、土砂降りでね、そうでした、そうでした。日も行かなくなっちゃったんで、はい、それで翌日も行ったんですけども、うん、まあ、今年はまず、毎年初日に行ってるので、うん、うん、初日からちょっと写真撮ってみようかなと思ってます。じゃあ、あれですね、僕と入れ替わりですね、萩原さん、静岡に来るんですね、僕、そちら、東京の方に行きますけど、明日は。あ、そうなんですか。はい、あら、そうですか、はい、東京、暑いですよ、覚悟してきた方がいいですよ。なんかスカイツリーとか登りたいなーとか思いながら、ああでも登んない、ま、多分登んないですけどね、はい、まだなんだっけ、その下のなんだかっていう、こうお店のところすら行ったことないですよ。あ、僕も遠目からしかまだ見たことないので、ちょっと 真下に行く機会があれば行ってみたいなとは思うんですけど、うん、ぜひ見たら感想を聞かせてくださいよ逆にまあこんなもんかなとかって多分ね、偉そうに僕は言うと思うんですけど、うん、なんかね、いろいろな写真的な話をすると、はい、その スカイツリーをどういうふうにこう入れてアングルを作るかっていう、こう自分の独自のですね、はい、アングルを作るかっていうのがこうなんか凝ってるみたいで、皆様方、うん、うん、でここからも見える、あそこからも見えるとか、はい、なんか いろいろ話を聞きますよ。あと、まあ、まずそのスカイツリーに行かなくても、うん、スカイツリーこう周辺を見て楽しんでる方も多いみたいで、はい、なるほど、うん、なるほどそういう楽しみ方もあるのかなと思いながらね、うん、うん、萩原も感心しつつやってないんですけどね、はいはい、うん、で僕スカイツリーよりもね、東京タワーの方が好きなんですよ。あ、でもやっぱ結構そう言われる方も多いですよね。うんうんうん、今ほらオリンピック色になってるの、イルミネーション、イルミネーションっていうのかな、うん、カラーがね、はい、なったりとかして、今いいですよ、夜はぜひぜひ楽しんでください。まあ、ちなみに僕は本当はね、まあ、明日はプロレスを見るんですけれども、はい、はい、だけど、本当ね、土曜日とかだったらもっと良かったんですよね、実は。まあ、午前中に行けば土曜日、うんうん、ほら、上野の今美術館かなんかツタンカーメン店やってますよね。あ、はいはいはい、あれが行きたくって、あれ見たい、そう、うん、で、うん、ちょうど土曜日からなんですよね。あ、そうなんだ、はい、で明日はまだ始まってなくて、うんうん、ちょっと見れないので、まあなんか、うん、止まっちゃうっていうのもありなんですけど、なかなかちょっと多分難しいかなと思って、うん、って感じですね、うん、いやね、こうお盆時期って東京って空いてるんですよ、意外に、はい、でそういう時にね、東京来られるのはいいのかなっていつも思ってるんですよ、うんうん、本当に空いてるので、はい、まあ、いかに東京って地方の方が多いのか分かりますよね、そういう時。なるほどね、確かにそうかもしれないですね、うんうん、で混んでるところっていうのはこのネズミ的なところとか、はい、まあ、こう一定のところだけなので、うん、今見たらこの美術館とか博物館っていうのは、うん、開館直後とか閉館直前とか行くと、かなり余裕を持って見られるみたいですよ、うん、そうなんですか、うん、だから僕もそれ狙って行ってみようかなと思ってるんですけどね、めっちゃ混むだろうっていうね、予想が出てるので、うんうん、上の公園の中をずらーっと並ぶわけですよ、はいはい、あれはちょっと僕も嫌なんで、パンダをはじ去年ちょうど見に行った時に、結構、まあ、でも30分ちょっと並んだんですけど、それぐらい並ぶのかな、どうなのかなと思いながら、うん、うん、で日本人ってこう並ぶこと慣れてるじゃないですか。僕嫌いなんですけど、でもなんかね、ツタンカーメンとかはね、どうしてもちょっと見たいなっていうのはありますね。ああ、じゃあ並んでも見る価値ありですよ。うん、ちょっと、うん、僕も見たいですよ、はい、あれ、うん、うん、で、あ、そうだ、写真的な話をしなきゃいけないんだけど、そうなんですよね、また次回ね、ちょっと持っていこうかなと思ったんですけど、はい、ちょっと新しいおもちゃカメラを入手しまして、おもちゃカメラ、うん、それがね、シグマの DP2 っていうカメラなんですけど、シグマの DP2、はい。うん、ちょっとすごいんですよ。どういうところが？まあ、コンパクトデジカメなんですよ、いわゆる。うんうん、はい。うん、それなのに、画素数が4600万画素もあるんですよ。すごっ！ 4600 万画素、うん、そう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 。それで、うん、
技術的な細かい話はどうでもいいんですけど、はい、世界にこれしかないセンサーを使っていて、はい、ですごい立体的にこうリアルに映るんですよ、うん、へえ、うん、でこれの一眼レフを持ってたんで、はい、このちっこいやつが出るのを期待してたんですよ、ずっとね、うんうん、そしたら、発売されたので、はい、ずっと悩んだの、買おうかな、うん、まあ、正直なところコンパクトデジカメで10万もするもので、あ、なるほど、うん、そうそう躊躇してたんですけど、うん、まあ、いいやと思って入手してみまして、はい、で、ちょっとそれで作品をこの夏は作ろうかなと、考えてるんですけどもね。もういくつかこう撮られたりとかされてるんですよね。うん、まだね、うん、全然撮ってないんですよ、実言うと。あ、そうなんですか。忙しくて。あ、どんな感じなのかなとかってちょっと聞きたかったんですけど、まだ撮られてないんですね。うん、ただね、遊んだ感じで言えば、はい、とっても使いにくくて、はい、で1枚撮ると4秒ぐらい待たなきゃいけないんですよ。はいはい。うん、でずっとテケ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 ってこの処理中みたいな、なんていうの、サインが出ちゃって、はい、まあ、そういうとんでもないカメラで、うん、で、バッテリーは1個50枚ぐらいしか持たないんですよ。はい、うんうん、うん、1日持たせるためにバッテリー4つ買いましたから。そうなんですね。うん、でもうストロボも当然ついてるわけでもないし、はい、でズームもついてるわけでもないし、うん、けれどもそんなことどうでもよくて、うん、まあとにかくすごい写りと。ほー、うん、それには期待してですね、うん、これから、まあ、いいものが撮れたら、はい、ブログはもちろんなんですけど、うん、シグマのウェブにも載っけていこうかなと考えてます。はー、はいはい、萩原のギャラリーっていうことで、はい、やっていこうかなと考えてます今。あ、なるほど、そちらの方もじゃあちょっと楽しみですね。そう、すごいね、これ極彩色っていうのかな、うん、原色がすごい色が出るんですよ。はい、それなんでもうこうなんていうか南国行きたくなりますよ。本当に今もう、ああ、もう今、リアルに沖縄行きたいなと思ってるんですけど、はい、うん、もう少しこう、なんていうのかな、アジアの方に行きたいですよ、今。なるほどね、いいっすね、うん、そっちの方も、うん。なんかカメラ一つでそうなっちゃうと思いませんでしたけどね。単純ですね、僕もね。いや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 、うん、でもそれはいいことだと思いますよ。でもカメラを買って、やっぱりいろんなところに行きたいって思える、うん、そういうなんか、ね、行動力が出てくるのはいいことだと思いますよ。そう、なんかそういうもんだと思うんですよ、うん、なんか買ってみたら、ほんでちょっとせっかくだから散歩してみようかなとか、うん、撮りになんか出かけてみようかなとか、はい、カメラってそういう、こう積極的な手段で、うんうん、面白いんですよね。確かにそうですね、それが遠いところじゃなくても、近場でも、なんか今まで気にしなかったものとか撮ってみると、意外にそれがあれ、こういう角度からこういうものを撮ると、なかなか面白い絵になるなっていうところあると思うんですもんね。そうそうそう、普段何しないところでカメラを撮るとなんか思うんですよ。たまに萩原さんが水の中にいるみたいな感じがするんですけど。え、ま、水の中にいる？水の中にいるみたいな、今もなんかゴボゴボっていう感じなんですけど。あ、そうですか。今何にもなってるわけではないんですけど、すいませんね、なんか電波悪いんですかね。あー、どうなんですかね。はい、で今普通に聞こえます？いいえ、ゴボゴボ言ってます。なんかね、潜ってる感じです。うん、なんだろう、水の中に潜って、ほら、スキューバーダイビングやってる人が喋るみたいな感じあるじゃないですか。ああ、はい、はい、うん。はい。ちょっとそういうこもり方がありますね。すいません、聞き取りづらいかもしれませんが、申し訳ないです。はい、後でちょっとネットの方でも聞いてみてください。はい、わかりました。はい。すいませんね。でも、この夏は、じゃあ、どのように、萩原さんは、じゃあ、お忙しいですかね。まあ、これから、当然、お盆も入ってきますし、今すごい追われてるんですよ。はい、でこれを富士山が手段がするので、うん、まあ、これで家族と過ごそうかな。なるほどね。それで、まあまあ、うん、8月の今月の半ば過ぎからはもう撮影入っちゃってるけど、はい、まあ、それは仕事になっちゃうんですけども、うん、まあ、先ほど申した通り新しいおもちゃを手に入れたので、はい、どっか行ったら出かけようかなと思って。なるほど、なるほど、はい、またじゃあそういうのもちょっとホームページの方とかでちょっと見させていただきたいと思いますので、はい、はい、
はい、ということで萩原さんどうもありがとうございました。すいません、ごめんなさい、ストイズラスト申し訳なかったですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、失礼します。SBS イブニングアイの牧野克彦です。内山恵梨香です。全国や世界のトップニュースから気になる身近な話題まで、静岡が元気になるように情報とともに笑顔も届けます。 SBS イブニングアイ、 SBS で月曜から金曜夕方4時45分。一杯のコーヒーでアイデアがひらめく時もある。一杯のコーヒーで会話が